今日もブラックサマーウィークエンドの幕開け、ゲーム前から多くのファンの皆さんが楽しんだというここゾゾマリンスタジアムです。最終的には2万5000人を超えるファンの皆さんが詰めかけたというナイターゲームです。まずは先発石川の立ち上がりです。ツーアウトランナー一塁三塁というピンチ、好調の近藤、今日は本当にランナーを出してから落ち着いてましたね。そうなんですよね、ランナー出しながらも立ち上がりゼロに抑えました。一方のファイター先発はポンセです。ポンセもランナー2人を許した立ち上がりです。佐藤俊はストレート空振りの三振でした。そしてゲームは2回です。ワンアウトから安田がレフトへのヒット、ランナー1塁として茶谷、追い込まれてからやインコース低め、改めて立川さん、簡単なボールではなかったですよね。難しいボールでしたね。逆風をついての先制ツーランホームラン、プロ初ホームランです。2回にマリーンズが2点を先制してゲームはスタートを切ります。ゲームは中盤に入って4回、石川のピッチング、今日のシンカーはいかがでした？シンカー良かったですね。今のカットボールですけど、近藤選手をしっかり抑えたのが大きかったんじゃないですかね、はい、今川に対してはそのシンカーでした。いや甘めに入ってきましたが三振。そして郡はセカンドゴロです。ランナーを出してから非常に落ち着いていた背番号12番ベテランの石川です。そしてゲームは5回です。ワンアウトから万波、落ちるボールをバックスクリーン左、これも立川さん風関係なかったですね。お、素晴らしかったですね。迷いなく振り抜いていけと、ビッグボスからメッセージを送られた万波の一発で2対1。ゲームは後半に入ります。6回のマウンドに上がった石川のピッチング、ここは風で押し戻されたたりでした。そうですよね、肝を冷やした石川でした。天を仰いだバッターの野村。そして6回の裏は2アウトランナー満塁、マウンド上は北浦、中村翔吾の当たりはアルカンタラうまくさばいて一塁へ送球、ランナー3人残塁という樋口監督というマリーンです。そしてゲームは7回です。7回のマウンドにも石川が上がりました。ワンアウトランナー2塁で杉谷をファーストゴロ打ち取ります。そして1塁3塁とのこの後なります。マウンドには唐川が上がります。ここで井口監督は唐川にスイッチ、2アウトランナー3塁1塁、唐川がよく抑えましたね。本当ですね、カットボール、はい、続けました。そうですね、最後にやっと笑った唐川でした。2対1変わらず。7回の裏のマウンドには吉田晃生が上がっていましたが、サード途中出場佐藤龍生の好プレイ、まあ、これでまた流れが変わりつつあるなという雰囲気になりましたよね。ビッグプレーですね。見事なプレーでした佐藤です。そしてゲームは終盤8回、8回のマウンドにはオスナ。オスナは安定感抜群、見事3人で打ち取ります。オスナがまた流れを止めてくれた、そんな感がありましたよね。このピッチング素晴らしかったですね、そしてゲームは最終回の攻防です。守護神の増田がマウンドに上がります。ランナー止めてからバッテリーミス、ツーアウトランナーなしからツーアウトランナー二塁三塁となります。そしてその後万波、今度は同点のタイムリーヒット、2対2、同点。9回、ツーアウトでゲームは振り出しに戻ります。いや勝負強いですね。いや素晴らしいバッテリーですね。2対2同点となって9回の裏、ワンアウトから高部が出塁、ワンアウトランナー1塁、マウンド上にはロドリゲス、初球スタート、そしてファイターズにミスがありました。このプレーが大きかったですね。これは大きかったですよね。
もう最も望んだ形ですよね。中村翔吾申告敬遠でランナーもすでに二塁三塁で岡ってくれました。サヨナラタイムリーヒット、広見ないと再びサヨナラ男やってくれました。連敗が4で止まったという千葉ロッテマリーンズです。